信じてるからな。信じてるからな。持ってこいよ。持ってくよ。はい。さんの家の周りにめちゃくちゃ地雷仕掛けてる。それがいいと思ってるんだから。ちょっと気になる。スタミさんの家に地雷。お前同じこと言うんだな。やってきまーす。意外とうまくいか。ベースプロの今の俺のイメージ言っていい？マジで。ギャンブル狂いと殺し屋しかいない。うわぁ！うわぁ！なんじゃこいつ！誰だ！おい家の周りに地雷引かれてるぞ！前だけ気をつけろー！俺たちの家の周りやばい！俺たち、ええー！前だけ気をつけろ！前だけ気をつけろ！家の近くに、地雷がたくさん埋められてる。誰だ？誰がやったんだ？やばすぎる。こんな、しょっぱなから、早すぎるだろ。もう何もかもが怖い。陰湿なことされたら陰湿なことで返すしかねえや。あんなことされたら俺黙ってらんねえ、マジで。あバキンチみたいになってる。悪魔がいたもんだな。タクシー0円。え？はじめまして。これ何？あ、ありがとう、ありがとう。Vスポの家まで。すごいな、手が！ヘリコプターって。え？嘘だろ？これ Vスポの家ですか？え？俺何に運ばれたの今？俺今何に運ばれたの？ここティックの家？ふざけんなよ。ティックもう潤沢にもう資源があるのになんでこいつヘリコプタープレゼントしないといけねえんだよ。おい、嘘だろくっ、言うこと聞いてくれ！言うこと聞いてくれ！銭形警部になりたくない！落ち着け！ちょっと最悪だよ。あれ誰んちだっけ？神風しちゃった。もう落ちてるかな、ちゃんと。じゃあそれもちょっと守ってもらおう。あそこオフラインかどうかも俺わかんないもん。どこ行った？怖っ。普通に、うわぁ！マジでやめようかな、このゲーム。もうマジで、マジでやめようかな。スタミさん、はい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 、こんにちは。これ名前誰だ？名前が撃たれてるよ。大丈夫？撃たちょっと、先ほど地雷踏まれましたよね。うん、地雷踏んだ。あれ僕が仕掛けた地雷なんですね。なるほど。あの NPC めっちゃ殺されて、あの NPC バゲモンス。一個離れようぞ。強すぎ。いや、ちょっと。シンジさんですか？あ、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。どうぞ。こんにちは、こんにちは。まあ、一応これ、治療費、注射器。ありがとうございます。さっきの地雷ちょっと踏ませちゃったんで。うん。踏ませちゃったっていうか、お前が埋めたんやで、それからなんですけど、地雷も一応お金がかかってるんですよ。それ踏まれちゃうと、こっちしても困る。制作費の方が困るんで。お前ふざけんなよ。お前昨日俺も馬で当たりやしただろ。お前少年がクソっとるんや。ちょっと待って、
ちょっと待って。なんやわれこれ。嘘嘘です。じゃあスクラップ渡せ言うか。いや俺たちスクラップ。ごめん、ここ起こして、一回だけ起こして。お願い。お願い。いや、わかっとるやぞ。起こして、頼む。まあ、じゃあ今回起こしとくけど。ありがとう。今度行くからな、家に。ありがとうございます。すみません。すみません。ごめんなさい。怖すぎだって。自動タレット置いてますもん。怖すぎ。え？俺らも地雷作って、あの夜な夜な V スポの家の周りに埋めよう。埋めよう埋めよう。考えることは一緒だな。前だけ。キシキルシキルシ。若き天才、自分で言っちゃうんだね。いや、これあのつけてもらいました親に。あ、そうなんだ。じゃあ名字だそれ。何してんのお前。やば。あ、ちなみにこの舞茸って人に俺さっき殺されたんで気をつけた方がいいですよ。あ、やこいつ歌い手なんでめっちゃ黒いんでそこも気をつけた方がいいです。あいつ言うこと全部で去ってったな。VTuber なのに黒いとか言っていいのか。 VTuber ってなんだ。 VTuber が分かんねえぞもう。はい、じゃあちょっと待っててください。待ってる待ってる。お久しぶりです。闇金の人だ。闇金始めたんですけど、ちょっとギャンブラー教の人はちょっと返済の目処がね立たなくなる可能性があるので戦争を始めました、うん、戦争を始めた、はい、言います。ちょっとずつちょっとずつ武器を流し込んで流し込んで流し込んで、はいはいはい、膨らんで膨らんで膨らんでをね武器に転化してもらおうかなと。なるほどなるほど。やば。じゃあちょっとお返しあげます。これマジで秘密っすよ。あ、本当ですか。これマジ秘密っすよ。ちょっとエロすぎるんでぶっちゃけ。これあこれ需要ありますか。これこれ需要あります。なんか他の人に、はい、回しといてください。中川にもそのロケランあげてください。はい、わかりました。ありがとう。やばくねえか、俺ロケランもらったんだけど。これどうやって撃つの。お前悪魔か。視聴者が狂い出してる。雷神っていう最近ハードルをやっと飛び抜けた後だから、ちょっとしばらく平穏に暮らしてもらいたいっていうのはある。俺はおい、こら、誰かいるか？おい。誰もおらへんのか。うん。こんにちは、スタンミ君。お世話になっております。シンジです。あ、シンジさんですか？はい。君のせいで大変なトラブルに巻き込まれてね。どうしたんですか？なんかあったんですか？君、カフェに向かってロケットランチャー打ち込まなかったかい？え？電話かけていいですか？いいです。ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、どうしたんですか、どうしたんですか。いや俺これ出れねえよ。いや俺これ出れねえ。待って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 、これ出れなすぎる。待ってよ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 。シンジさん、オタクが撃ったロケットランチャーのせいでですね、はい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 、あらぬ誤解をかけられて、うん、俺隣の家と戦争したんですよさっき。ちょ、また後で取り立てきますね。わかりました、すいません。大丈夫、新人さん、助けようか。
しんさんどうした？ちょっと起こしてもらってもいいですか？これで今回はチャラにして。オーケーオーケーオーケー。外で寝てるんで。シンジ？お兄さん、お兄さん。はい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 。もしかしたんだけど、地雷回収されました？持ってないよね、持って。死体。あ、持ってない。あ、よかった。じゃあ、いっか。大丈夫です、大丈夫です。すみません、アランで用意かけて、すみません。すみません、お邪魔しました。また。はい、またー。踏まなかったなー。踏まなかったな。惜しかったな。あいつ一番信用できないな。ちょっと待ってくれ。あいつ怖すぎんか。ちょっと待って、ちょっと待って。っていうか、範囲狭くね？あの地雷。あんな範囲狭いのに、俺、開始30分で2、5分だぞ。はーい。チェーンソーを買う人いませんか？チェーンソー格安で売りますよー。チェーンソー格安で買う。チェーンソーいくらですか？200スクラップで売ります。あ、もう今3スクラップしかないです。話しかけないでください。チェーンソーいる方いませんか？今回なんか持ちをこそってんの？タイミング悪いの？チェーンソー売ってますよ。チェーンソー売ってますよ。チェーンソーいくらですか？チェーンソーください。チェーンソーね、300スクラップで売ってるんですよ。まだですか？本当ですか？お前話聞いてんのか？高木黙ってろ。300スクラップで売ってまーす。これ後ろに。あ、ください、ください。はい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 。なんか後ろ、高木さん、あ、宇多木さん、うつぶされちゃうかもしんない。ななちゃん、ななちゃん、どこ？はーい、ここだよー。あれ？割引ないですか？割引？ちょっと誕生日なんですけど割引ないですか？本当に誕生日？本当に誕生日なら150でいいよ。本当本当カチカチ。じゃあ後で今なんだか見るから。見るちゃん。見るちゃん。じゃあ後で本当にくれるんだね。後で本当にくれるんだね。後で本当に持ってこいよ。信じてるからな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 。持ってこいよ。持ってくれよ！お前のお前が渡した意思は伝わった。意思は伝わった。またな、頑張ってついていけよ。みんな飛んじゃった。頑張る。はい、またね。はい、さあ。ウケんなあ。 OK です。あって、これ閉じ、これ気をつけて、あのね、これ何これ、軍団作ってんのか。立ち入り禁止だ。サメさん、あ、売りますよ、全然。チェーンソー、チェーンソー売りますよ、はい、友好的な関係になったってわけではなく、ビジネスなんで、あの、今宣々布告しますけど、あなたの家襲います、今度。いや、昨日俺のこと殺しましたよね。ラグさん、ん？ラグくて何言ってるか聞こえないっす。うん、やめろそういうの。小細工やめろお前。本当に本当にラグいいっすよ。お前ずるいぞ。本当にラグいいっすよ。小細工やめろって。じゃあルカの。かぼちゃの種4個つけるからどうすか。舐めてんの？かぼちゃマジで結構でかいっすよ。ラグが。舐めてんのって。かぼちゃでかいの？あとこの私が着てる服あるじゃないですか。これかっこいいじゃないですか。これもあげますよ。え、マジで？これ欲しいですか？欲しい。これ防寒具っす。ありがとうございます。これで仲良くできそうっすか？いや、いや、いや、仲良くするはさすがに厳しい。一回取引だけしちゃおう。一回取引しましょうか。はい、チェーンソーです。チェーンソー置いてもらっていいですか？あ、300スクラップなんですけど。自分、ちょっと拠点も作らないで、ちょっと作ってきます。ちょっと待って。おいおい、ちょっと待ってくれよ。おいおい。
冗談だね。あ、びっくりした。びっくりしたよ。今みたいな冗談はさ、タイミングを考えた方がいいぜ。今俺プチンと来ちゃってるからさ。589個なんで、ね、これもあげますよ、これも。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとう。29個集めてないです。170個ずつ捨てますね。うちの後輩の馬を捨てます。私29個しか集めてないです。はい、いやクリップも見たし、証拠も上がってます。はい、一応あなたの後輩の名前な何ですか。170、耳たやです。耳たや、一番最後の子が70個なんです。なんかいろいろおかじめるつもりなんだったら、うちのみさんの家の周りにめちゃくちゃ地雷仕掛けてそれがいいと思ってるんだったら、いつでも来てください。140、じゃあありがとうございます。スタミさん、チェンソーは戻ってきました。はい、多分あんない。ごめんなさい、ありがとうございました。3枚セット、何写真はないですけど、加賀すみれさんが食べたかぼちゃから取れたかぼちゃの種あります。すみれさんが食べたかぼちゃから手に入ったかぼちゃの種あります。俺以外の人がさ、ちょっと食いつくか一回やってきてみて、はい、興味があるわ。わかりました。はい。加賀すみれさんが食べたかぼちゃの種。はい。あいつ終わってるわ。あいつは終わってる。あいつは終わってる。終わってるよ、お前。どっかで説教されてる。なんだよ。どっかで説教されてる。お前終わってるよ。絶対プラスになる方法でやってんだよ。違う、終わってるよ、お前は。今、絶対にプラスになる方法でやってんだよ。カオスすぎる。ね。ちょっと検討だけさせて。ダメだ、この街。ちょっとダメだ、ちょっとダメだ。お、ふみたよさん、昨日あなたがいじめたスタミです。はい、はい、なんかその名前あってか、チーム名なんすか。うん。VS ポーって、打倒 V スポで片っ端から可愛い声したら殺していくんで、今回ちょっと、まあいつか行くから、いつか行きますから、ちょっと気になる。スタミさんの家に地雷。お前同じこと言うんだな、ウルアさんと全く同じこと言ってたよ。ありがとうございます。はい、じゃあまたね、バイバイ。はーい。どっか行ってよ。何がこっちから話しかけてからさ、そっちがその見えなくなるまで。進行方向スタミさんの方なんですよ。スタミさん、そのまま後ろ下がっていってください。あ、なるほどなるほど。さよなら。さよなら。いや、爆発したよな。どこらへんだこれ。いやー、舞茸やん。あら、あー遅いよー。いや、ごめんよ。遅いよあのね、いや、ごめんよ。進捗としては、ごめんよ。はいはいはい。あれ死んじゃったよ俺。なんでこんな俺ら地雷撃られてるの。いや、嫌がらせされてる。完全に嫌がらせされてる。誰犯人、マジ誰か分かんない。なのでここら辺でバカバカ鳴ってんのずっと。